こんにちは、ミミです。モカです。今回は、戦車の歩兵対策として、ミサイルを作ってみました。前回、戦車を改良した時、完全な歩兵対策ができなかったので、ミサイルで対応しようってことです。放射能汚染するミサイルで？そうだよ。このミサイルの設計思想は、森を焼き払って放射能汚染すれば、歩兵から奇襲されなくなる。って感じです。凶悪だね。でも放射能汚染したらその土地使えなくない？大丈夫だよ。意外とストアの放射能は優しいです。ってことで、放射能汚染関連の説明をしていきます。今回はそこの説明もするんだね。そうだよ。やっぱり、何かを使うには、それの特性を知ってる必要があります。なので、こんな感じの兵器を作るときに、参考になるように説明します。ストアに核拡散しようとしてる？違うよ、技術や知見をただ広めているだけだよ。怪しいな。今から説明をするので、今回作ったミサイルは、6分あたりから紹介します。説明していきます。まずはじめに、放射能汚染はメルトダウンを起こしたり、2本以上の燃料棒を破壊すると起こります。まあ、そんなもんか。そして、放射能汚染された場所にいると、ダメージを受け始めます。結構すぐダメージを受け始めるね。放射線量が多いほどすぐです。放射線の多さを、放射線検出器で調べることができます。この動画では、放射線検出器が出力する値を放射線量と呼んで、単位をラジエーションマイキックとします。ベクレル？とかシーベルトとかじゃないんだ。ストアと現実の放射線は全然違うようなので、この動画では架空の単位を使います。まず一番大切な、ダメージを受け始めるタイミングを調べました。結論から言うと、累積被爆量が600ラジエーションを超えるとダメージを受けます。何それ？累積被爆量っていうのは、どれくらい放射線を受けたのかっていうことです。つまり、受けた放射線量の合計です。放射線量が1ラジエーションマイキックの場所では、1キックで1ラジエーションを受けます。1秒で60ラジエーション受けるってことです。よくわかんないけど、それで？1ラジエーションマイキックのところに約600キック、すなわち約10秒いるとヤバいってことです。しかも、1ラジエーションマイキックなんてすぐ到達するようなレベルの汚染です。こんな感じで、累積被爆量を調べる装置を作ってみました。ここのボタンを押すと、燃料棒が爆破されます。爆破すると、累積被爆量が増えてるのがわかります。早いな。燃料棒とかなり近いからね。数値が600を超えたあたりでダメージを受け始めることがわかります。そして、このグラフは被爆し始めてから死ぬまでの時間と、放射線量の関係を表してます。こんな感じの装置で、放射線量は一定に保たれた状態で測定しました。前後に動いて目標の放射線量を保ってくれます。誤差出てない？数パーセントの誤差はあります。縦軸が死ぬまでの時間、横軸が放射線量です。1、2分でやられちゃうんだね。回復を使わなければすぐです。使ったとしても、浪費させることができるのでいいですね。それはいい。のか？効果が高いということは、いいに違いないです。良くない気がするけどね。放射能汚染はなくならないの？汚染源がなくなると、ストアの放射能汚染はすぐなくなります。放射線量は、1キック経つごとに 0.9999 倍になります。大して減ってなくね？ 1 キックで 0.9999 倍だから、1分で 0.7 倍くらいになるよ。ちょいちょい減るんだね。そして、この式を使えば、無害になるまでの時間を求めることができます。単位が分のバージョンはこれです。それで？放射線量が10ラジエーションマイキックあっても、だいたい10分で無害になるようです。永遠に汚染するわけではないことがわかります。放射能っていう割に早いな。それと、有害な放射線量を保つのが大変なこともわかります。なんで？初期の放射線量と、無害になるまでの時間をグラフにすると、こんな感じになります。初期の放射線量が増えても、有害な時間は伸び悩んでます。確かに傾きが小さくなってるね。それに、核燃料棒が汚染できる量には、限界があります。こんな感じで、使い果たした燃料棒は無害です。放射能汚染ができなくなってます。普通やばそうだけどね。一本でどれくらい汚染できるの？核燃料棒は、一本で周囲の放射線量を10ラジエーションマイキック増加させる能力を持っています。じゃあ、10分くらいしか持たないってこと？ちょっと違うかも。一本の燃料棒は、最大でも1キックで 0.001 ラジエーションマイキックしか増加させることができません。使い切るのに最短でも 2.8 分くらいかかります。結構かかるね。それに汚染中でも、放射線量は自然に減ろうとします。なので、燃料棒が3本あるから、30ラジエーションマイキックまで上がるわけではないです。実際には、こんなグラフになります。縦軸は、燃料棒付近の放射線量。横軸は、時間です。なんか、上がって下がってるね。上がってる時は、燃料棒が汚染している時。下がってる時は、燃料棒の汚染が終わった時です。汚染が終わった途端に、放射線量も下がってることがわかります。この場合の有害な時間は、約15分でした。次に説明するのは、汚染範囲についてです。
これも結論から言うと、1点を汚染すると、汚染地点からの距離に比例して放射線量は下がります。そして、200メートル離れると放射線量はゼロになります。200メートルって決まってるんだ。なぜかそうです。どんなに強く汚染しても、こんな感じのグラフになります。燃料棒付近で30ラジエーションマイキックあっても、200メートル離れれば0になります。さすがストームワークス、まか不思議だ。最後に説明するのは、累積被爆の自然治癒についてです。実は、累積被爆量は 0.2 ラジエーションマイキックの速度で減っています。なので、被爆ダメージを受けたとしても、すぐ室内に逃げ込めばダメージは小さく済みます。ちなみに、室内に入れば外部の放射線を防ぐことができます。室内としての判定があれば、開口部があってもいいのか。そうっぽいよ。本当に放射線なんですかね？謎です。こんな感じで、600ラジエーションを下回れば自然治癒します。そして、ダメージを受けるまでの時間は、この式で求めることができます。こっちは、単位が秒のバージョンです。ハズマットスーツを着た場合はこの式です。放射線量が大幅軽減されてるね。これもグラフにするとこんな感じになります。横軸が放射線量で、縦軸がダメージを受け始めるまでの時間です。ハズマットスーツは結構効果的だね。歩兵がハズマットスーツを着たら、脅威になるかもしれないです。ってことで、一通り解説したので、今回作ったミサイルの紹介に入ります。これが今回作ったミサイルです。早速発射してみます。操作盤で、攻撃座標を指定していきます。今回もタッチで座標を指定できるようにしました。汚染範囲広いな。半径200メートルだからね。ちなみに、ミサイルは発射機の後ろ側にも誘導できるようになってます。わかりやすいように時間を夜に変更しました。地面まで一定距離になると、こんな感じでフレアを発射します。森を燃やすためです。やたら明るいな。本当は照明弾だからしょうがないです。まあ、ふわふわあって漂ってて綺麗です。地面に突き刺さってるやつがミサイル本体です。あそこから放射能汚染が発生しています。森の中だとわかりにくそう。てか綺麗に十字だね。着弾点がわかりやすいです。でも、3発じゃ満足しないですよね。ってことで、連結機能をつけてみました。リーダーに設定したランチャーから、攻撃座標の指定と発射ができます。打ち込みすぎじゃね？やりすぎくらいがちょうどいいよ。ってことで発射です。クイッと曲がってる時に、ミサイルって感じがしていいですよね。ほらここです。そうかな？え？絶望的な光景だな。空見てこれ降ってきたら驚きです。昼間より明るいね。合計180発のフレアが発射されてます。多すぎない？まあ、そうかも。今回作ったミサイルは、半径200メートルが汚染されるので、攻撃範囲がめちゃくちゃ広いです。5連装のこのトラックで、62万8000平方メートルの範囲を制圧できます。よくわかんねえ。前作った4連装のミサイルがこのくらいだとしたら、今回のミサイルはこのくらいです。790メートル四方の範囲を制圧できます。インフレしてやがる。範囲は圧倒的です。ちなみに、単位をエーカーにすると約155エーカーらしいので、どっかの森はこれ1両で制圧できます。155エーカーの焼け野原かな？なんか物騒だね。お前が原因だよ。まあ、フレア発射機能は削る予定です。見た目の割に全然森を燃やせません。こんだけやって数箇所つけばいい方です。それに、戦車の設計思想的に、暗闇で戦いたいのに明るくしたら意味ないです。完全にバレるね。もう逆にわかりやすくなっちゃってます。なので、フレアなしバージョンを作りました。これなら、たくさん撃っても明るくなりません。増えてない？理論上、無限に繋げれます。それに、これすごくないですか？平原一つくらいの範囲？いい範囲です。ってことで早速発射。すごい数だな。たくさん撃つ前提のミサイルなので、迎撃も大変です。見やすいように夜にしました。フレアがないと結構地味だね。初見じゃ何が起こってるのか、わからないと思います。近寄ってみます。ハズマットスーツなしじゃ通り抜けできなさそうです。でも知識の放射線検知器も必須じゃん。まあ、こんな感じの思ったより扱いやすい兵器になりました。核使ってるのに？ストアの放射能は、現実のそれとは全く別物です。たった十数分で、安全な放射線量まで下がってしまいます。まあ、早いのはわかるけど。
放射線ではなく、範囲攻撃魔法のようなものって思えば、イメージもそこまで悪くないでしょう。そういう問題か。ビーム撃ってるアニメもあるんだから、マシなはずだよ。それに、すぐ命を取らないだけ慈悲深いです。取らないんじゃなくて、取る方法が思いつかなかっただけだろ。そんなわけないよ。嘘くせえ。まあ今回は、ミサイルとそれを積んだトラックを悪所にあげときました。自由に使ってください。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。高評価とかチャンネル登録してくれたら嬉しいです。